フラットホーム改札口航風台駅は、大阪府と野郡と野町航風台3丁目にある、野瀬電鉄妙見線の駅。駅番号は、NS12。ニュータウンの航風台、新航風台団地の開発に伴い、新設された。妙見線内では、最も新しく、野瀬電鉄全線でも、日清中央駅に次いで2番目に新しい。 ホームの前後をトンネルに挟まれていることが特徴で、山下駅方は、笹部、第二水道の先のまで駅構内が続いているため、同水道は、複線分の断面を持つ。一方、妙見口駅方の高風台第一水道は、ポイントがトンネルの途中にあるため、当駅側の高校が、複線分の断面となっているのに対し、妙見口側の高校は、単線分しかない。 妙見線の単線区間では、唯一、列車交換が可能。当駅の開業前は、笹部駅妙見口駅間に設けられた、水道東口信号所がその役目を担っていたが、当駅の開業に合わせ、その1年前の1977年10月16日に、廃止された。当駅は、航空大団地を開発した日本機械、土木株式会社により要請を受けて開業した。 開業までの現在地前後には急曲線があり、当駅の開業にあたって、それを解消する必要があった。そのため、同社が一部費用を負担して、現在の新線に付け替えられた。二面二線の相対式ホームを持つ、京城駅。各ホームの有効長は4両編成分。改札口は、京城の1カ所のみで、駅前広場と同じ高さにある。 デイリーカナート泉や甲府大店甲府大地区と新甲府大地区に挟まれた急な谷底に位置するため、駅前には両地区へと通じる階段やエスカレーターが設置されている。1日平均乗降人員の推移は以下の通り。駅舎の正面にバス停が設けられ、阪急バスの以下の路線が発着している。ありがとうございます。